はい、フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。もう年末に差し掛かろうとしておりますが、まあ、1ヶ月半ぐらいですかね。ハロウィンとかは終わりましたけども、あと残っている大きな、まあ、お祭りじゃないですけども、といえばクリスマスとかですかね。でもう新年ということになるかと思いますが、今日取り上げようとしているのはですね、そういったまあパーティーの場なんかで、普通はねお酒入ってというところなんですが、最近はまあ飲まれない方も多いですし、飲んでも最初の付き合いくらいで別にお酒じゃなくてもいいや、とかですね。まだ翌日が休みであればいいですけども、そうじゃない時にみんなでワイワイ何らかの形でやるような時にはあんまりちょっと深酒はなというような、いろんなこうノンアルコールに対するニーズはあるんだと思います。もちろんそのノンアルコールビールであるとか、カクテル風味の、清涼飲料水、いわゆるジュースですねっていうのもあったりします。別にみんな飲まないんだったら、オレンジジュースでいいや、コーラでいいやっていうこともあると思います。ただみんなが飲んでるけど私は飲めないので、なんかこう自分だけオレンジジュースとかウーロン茶っていうのもなんだかなっていうふうな悩みもあるかと思います。いろんなこうニーズが、ノンアルコールの世界にはあるんだろうと思います。私個人的には飲もうと思えばいくらでも飲みますけども、別に飲まないんだったら1ヶ月でも1年でも酒飲まなくても大丈夫なので、私はどちらでも、構わない、別にウーロン茶でも構わないですし、ビールでも日本酒でもワインでも何でも結構です。ただノンアルコール、お酒飲む方でもノンアルコールっていう場面もあるでしょうし、先ほども言いましたように飲めないけど周りがみんな飲むからちょっとウーロン茶ではなっていうような心配をされている方もいらっしゃると思います。で今日取り上げますのはこれです。ちょっと見えにくいかな。はい、この瓶入りなんですけど、こうしましょうか。はい、瓶入りのですね、ちょっとモダンな感じの、瓶ですね。ヘカテって言います。でちょっと、色ね、ちょっと今冷やしてたので結露してますが、色はこんな感じの色です。で表がこんなんです。ですね、パッと見スパークリングワインのような感じの、色ですね。無色透明ではありません。ちょっとこう金色というか、黄色がかった黄金といいますか、そんな感じの、色です。で私もまだこれ飲んでません。こういう新試食の時は余談を入れないために、あらかじめ味見することはしませんので、まだ飲んでません。で、このヘカテっていうのは、もちろん清涼飲料水ですので、清涼飲料水って言いますか、炭酸飲料ですので、アルコールはもちろん入っておりません。風味だけがそんな感じということなんでしょう。で、もともと今年の5月から発売してたそうなんですが、11月から通販でも取り扱うようになったんだそうです。で、ヘカテっていう名称なんですけども、ですね、ライムスパークリングって書いてますので、炭酸でライムの味がするということになるんでしょうか。内容量はですね、 275ml で、副題がついてまで新感覚、シラフなのに上がるノンアルというふうに書いておりましてですね、でなんで上がるのかなっていうふうに、アルコール入ってなくて何が上がるのかなって思ってたらですね、実はですね、中にガラナとかですね、それから何でしたっけ、ガラナ、マカですね、
そういうのが入ってます。ここの部分で上がるって言ってるのかなというふうには思ってますが、でもただ基本的にはあのライム味、で、風味としましては、ラムの風味なんだそうです。で、まあ、マカガラナに加えてカフェインとかね、そういったのも、入っておりまして、まあ普通にジュース飲むよりもちょっと上がるんではないかと、いうことですので、今から初めて飲んでいます。どういう味か分かりません。はい、炭酸ですのでね、こう炭酸のには間違いないです。香りはですね、全くアルコールの系の匂いじゃないですね。ジュースの匂いだなって感じです。飲んでみます。炭酸が来るんですけど、スパークリングワインよりもライトです。で、ライムの味はします。ラムね、私ラム好きなんですけど、ホワイトラムよりももっと軽い風味です。だから全体的には非常にライトな風味です。で、そのスパークリングワインよりももっとライトなので、意外とごくごくいけそうな気がしますが、多分ね、若干刺激が、いい意味でのね、刺激があるとすれば、多分これガラナじゃないかと思います。多分ガラナの系統の刺激が炭酸に乗っていきますので、一般的な、ね、炭酸飲料よりも後味が残りません、通ってしまうと、全く、感じが残りませんので、そうですね、まあそうですね、あとはですね、残らない代わりに、若干人工甘味料が、あと下に残る感じですかね。砂糖も入ってるんですかね、炭酸、そうですね、甘味料が入ってますので、甘味料の後はが後味で残るぐらいで、他の、なんていうか味、ガラナにしてもそうですし、そういったものの、後味っていうのはほとんど残らないです。ですので多分ですね、このまま、瓶もこうおしゃれなので、そのままバーンと置いて、このまま開けてウイッと飲んでもいいと思いますけども、グラスで開けるまでも、容量がそんなに多くないので、 275ml ですので、そんなに、言うほど、多く入ってるわけじゃありませんので、このまま飲んで構わないと思います。ただ味が、濃くありませんので、そんなに主張してるわけではなくて、どちらかというと、柑橘、ライムとかですから、柑橘系の爽やかな味の炭酸飲料で、風味がちょっと大人っぽい風味、お酒っぽい風味がついてるだけですので、どんな料理でも多分合うと思います。癖がないので合わない料理は多分ないと思います。普通にスナック菓子でのパーティーでもいいと思いますし、なんかお惣菜買ってきたパーティー、家飲みでもいいと思います。あとはね、これからの時期ですと鍋パーティーとかいいかもしれませんね。こう冷たく冷やしておいてですね、そのまま熱い鍋を食べながら、鍋パーティーで、ビールの代わりにっていうのもいいかもしれないですね。アルコールが入ってませんので、お酒を飲んだ気になるかっていうとなりませんが、味自体がカクテルっぽい味がしますので、ノンアルコール飲料、こう世にたくさん
出てますけども、まあ、その中では比較的よく、味を研究している部類じゃないかと思います、はい。ただまあ人工甘味料、先ほど言いましたけど人工甘味料が入ってますので、そこだけ気になる方は注意だと思います、その他はよくできてると思いますね。北海道に行きますとガラナの、まあ、コーラも今はありますけども、コーラの代わりにもともと普及してたガラナが今でも北海道では、自動販売機でもコンビニでもどこでも売られてますけども、ガラナ飲料が好きな方っていうのは非常に合うかと思います。どちらかというとこう体の中をカーッとさせるような雰囲気の味です。実際にはしませんけども、そんな雰囲気の味ですので、北海道でガラナをよく買われる方、あるいは北海道に旅行に行くと必ずガラナを飲むんだっていうような方は多分お好きな味ではないかと思います。なかなか味の表現ってね、似たようなものがありませんので、例えるのがなかなか難しいんですけど、まあ一度この冬のですね、年末に向けた何らかの、集まりとか飲み会とかパーティーとか、そういったものにちょっと珍しいので置いてみて、みんなで批評してみるのもよろしいんではないかと思います。ということで、今日はですね、ノンアルコールの、ノンアルコールの、まあ、お酒に似た、まあ、パーティードリンクですね、パーティードリンクとしての、ヘカテあれどこ行ったっけ、はい、ヘカテをご紹介しました、冬のパーティー皆さんで楽しんでみてはいかがでしょうか、今日もご覧いただきましてありがとうございました。